はい、ここまでで、ですね、ベクトルの平行移動について扱ってきたんですけど、うん、今まで扱ってきたのは、まあ、もっぱら、この、下付きのやつだよね。共変ベクトル。うん。共変ベクトルの平行移動をずっと扱ってきたわけです。うん。で、ここでは、じゃあ、ベクトルといってもね、反辺ベクトルとか、まあ、共変ベクトルがあるわけなんで、その反辺ベクトルの方の平行移動っていうのはどういうふうに定義してばいい、定義していけばいいのかというのをちょっと説明していきたいと思います。はい。で、まあ、反辺ベクトルに関しては、まあ、もう、まあ、これはもうすぐできてですね。僕だって、まあ、平行移動で内積を定義、ごめんなさい、保つようにね、平行移動で内積を保つように、定義したので、平行移動ね。うん。だから、平行移動は内積を保つので、内積を不変にすると。はい。定義したので、まあ、これが成り立ちますよと。0イコール、デルタの、なんか任意の2つのベクトルの内積。A μ、B μ と。で、これ、デルタって書いてるのは、これは平行移動による変化です。による変化と。微小変化ね。をデルタと書いてます。だから、この、なんだ、共変ベクトル。うん、共変ベクトルで言うと、変化後、引く変化前なんで、うん。ここだね。これがデルタの、V か。うん。デルタ V ミューって書いたら、これでね、この四角のとこだね。うん。はい。で、今知りたいのは、下付きは知ってると。下付きの変化は知ってると。こっちね。うん。じゃあ、その時に上付きの変化が知りたいということです。なんで、イコール、このデルタを、まあ、ライプニッツルールで分けてあげると、こうですね。A、μ、デルタ、B、μ と。ここだね。うん。で、下付きは知ってると。変化。デルタがね。どうなるか。で、ガンマ、B、先に書いちゃって、C は後で考えると。ここにニューが入るね。ここにニューが入って、ごめんなさい。ここにミューが入る。うん。もともとミューだったんで、はい。ここにミューが入って、これそのまま使えばいいですね。ニュー、どうか。ここだね。うん。はい。で、まあちょっとやりたいのが、この B、この B が共通だからさ、B でくくりたいと。うん。だから、ちょっとダミー変数変えて、ここで、どうしようかね。ローをミューにして、うん。ミューを、ローにしようか。ミューとローの役割を変えよう。そうすると、ここがローになって、ローがミューになると。こうですね。うん。そしたら、これね、B ミューが共通なんで、これでくくれますよと。
そうですね。はい。うん。いいかな。うん。で、今、これが0なんだけど、これが0なんだけど、今 B は2になんで、B はどんなベクトルでもいいんで、その、括弧、前半の括弧が0じゃないといけないと。B は2なので、デルタ M は、マイナスの、ガンマ、これの、どうのデルタ X ニュートン。これだね。うん。なので、まあこれで今何が分かったかというと、植え付き。ね。植え付きのベクトル。うん。反辺ベクトルの平行移動の変換則っていうのが分かったと。うん。だから、よって、A チルダーミューの X たすデルタ X ね。うん。平行移動されたベクトル A っていうのは、A ミュー X マイナスガンマミューローミュー X A ロー X デルタ X ニューと。こうだね。はい。まあ、こんな感じで、反辺ベクトルの、平行移動。うん。っていうのが決定できますよ、ということです。はい。うん。いいかな。うん。で、まあ、覚えるの大変だと思うんですけど、うん。まあ、まだちょっと覚えなくてもいいです。覚えるのは、共変微分ね。この後、ちょっと、共変微分というものを定義するんですけど、まあ、ほとんど平行移動と同じものなんですけど、そっちの方で、覚え方。うん。覚え方っていうのをね、ちょっと述べていく予定なので。うん。まあ、一応こういうふうにね、平行移動が定義できるんだなっていうのを、今の段階で、知っておいてくれればいいです。はい。いいかな。こんな感じで、反辺ベクトルの平行移動が定義できますよと。で、そうなると、テンソルの平行移動もしたくなるよね。うん。ということで、テンソルの平行移動と。で、試しにですね、まあ、テンソルの平行移動を考えたいんだけど、まあ、試しにこれを考えてみようか。ちょっと特殊なテンソルですけど、2つのベクトル。二つの、まあ、共変ベクトルの積として定義されているテンソル。うん。これの平行移動。まあ、これ試しに考えてみると。で、まあ、同様にデルタ T ミューニュートンを書くと、これは、デルタがまた平行移動ね。平行移動の変化です。こうね。うん。で、これはまた、ばらしてあげると、こうだね。で、ちょっと、こいつを、こっちに持ってくると、うん。これが、ガンマ、A、デルタ X 先書いちゃって、B に、うん。で、ミューがここに入って、
ガンマの上と A で足を潰して、うん、で残りはデルタ X と足を潰すと、こうだね、うん、でプラス A ミューのガンマ B デルタ X と、でニューがここに入ってローでシグマ、シグマか、こうだね、うん、これを使ってるよね。まあ、ここね、ここを見てると。はい。で、ちょっと、1行で書きます。うん。で、まあ、ここね、ここはもともと定義した、これ、ここは T、T ローニューって書いてもいいよね。元々定義した。まあ、こういうふうに t を定義してるんだね、今はね。うん。で、ここも t μ ローって書いてもいいよね。うん。なんで、これはガンマのローミューシグマ t ローニューデルタ x シグマ。こうかな。こんな感じでね、まあ、もし、あるテンソルが、こういうふうにね、二つのベクトルの積で書けているのであれば、こういうふうに変換されるということが今、分かったわけです。で、もちろんだけど、任意のベクトルがこういうふうに、ベクトルの掛け算、ごめん、任意のテンソルがベクトルの掛け算で表現できるかっていうと、それは嘘ね。それは嘘です。いい？TMNU ってさ、4×4 成分あるよね。うん。ね。4×4 成分あって、AMU と BNU で成分合わせても、これ8成分しかないんで、うん、足んないんですよ。これ16だからね。うん。だから、一般には書けないね。一般には書けないんだけど、その線形結合で書けるってことは実は証明できるんですね。t μ ューは、だから、なんかこういうふうに書けます。i が、1から、なんか n までの、a の、なんかこう、i 番目のベクトルと i 番目のベクトル b みたいなのがあって、そいつのこう線形結合を使って書くことができるとか、ことが証明できると。うん。まあ、そこら辺は、あんまり、深入りしないですけど、うん。まあ、証明できるんで、この、平行移動っていうのを、まあ、線形な、微小平行移動っていうのを、まあ、線形な変換だと思うと、うん。A×B で、A×B でこういうふうに変換されるとしたら、やっぱり一般のテンソルもこういうふうに変換されないといけないと。だから一般の共変テンソルかな。共変テンソルの平行移動と。平行移動がどうなるかっていうと、t の、まあ、デルタ t μ ューが、まあ、同じか。こうですね。うん。こうですよと。まあ、こういうふうに定義します。はい。うん。その、平行移動が、まあ、その、線形変換であるということを仮定すると、こういうふうに変換せざるを得ないということになるわけですね。うん、なぜなら一般のテンソルはこういうふうに書けるから、はい、
まあ、とりあえずあの、まあ、細かいことは抜きにして、細かいことは抜きにして、あの、一般の転送に対して、こう、平行移動というのが定義できますよ、ということです。はい。で、まあ、同様にですね、もっと一般の転送も考えられますよね。同様に、まあ、例えばじゃあ、混合転送みたいなね。うん。こういうのの平行移動を考えたら、移動を考えれば、その混合転送ですね、デルタ t ミューニューの変換速っていうのが分かって、今度はね、こっちの上付きのデルタが必要になるんで、上付きベクトルのこの平行移動が必要になるんだけど、それはもうすでに知ってるからね、ここでね知ってるんで、それを使うと、こうできますよと。うん。まあこんな感じでね。まあもっともっと一般のテンソルの平行移動っていうのも定義できます。はい。などと定義できると。で、まあまだちょっと覚えるのは大変だと思うんですけど、うん、またね、あの後で共変微分のところで覚え方はまた話すので、はい。まあとりあえずこんな風にテンソル、ベクトルに対して平行移動っていうのが定義できるんだよと。いうのをちょっと押さえておいてください。